として駅に向かいたいと思います。電車の時間が迫ってるんでね、ちょっと早足で。いや、ナウンブルク、初めてのヨーロッパ来て世界遺産に行きましたね。これで、トータル何個あるかわかんないですけど、一つをクリアということで。アラですね。公園の中も道として示してくるっていう、素晴らしいですね。ドイツの公園面白いのかな、よくわかんないモニュメントが表示あるっていうのと、あと公園によっては動物がいるっていうのもなかなかいいですね。なんだかんだこう動くのが、まあ、自分の楽しみであり、ストレス発散でもあるので、まあ、どうしても何でしょう、出る前はめちゃめちゃ億劫なんですけども、一度おお、トラムが、味のあるトラム、ちょっと取り逃してしまいましたが、めちゃめちゃ味のあるトラムが走ってましたね。この、のんびりとした感じ、いいですよね。あと20分あれば着くでしょう、と思っていますが、どうでしょうか。やっぱりエナジーをもらう感じがしますね。なんだか。あれ作るのにどれだけ時間かかったんだって思っちゃいますけどね。おお。スケートしたくなっちゃいましたね。スケートリングみたいな。そっちかいっていう感想ですけど。
ことで、街中からは離れてきたので、面白くない動画になっていると思いますが、まあ、街並みをこう見渡すのにはいいかもしれません。どこからか美味しい煮物の匂いがしますね。迷子になりそうです。あの味のあるトラフがなかなかいいっすよね。でもやっぱり尻込みするのは言葉がわからないから、何か言われた時の対処法がないからで行きたくないっていうのが結構アクティベーションエナジーになってるわけで、まあ、それさえなければ割とフリーにどこでも行けるような気がします。それが英語圏であればそれこそもっとアクティベーションエナジー低めなんですけど、ドイツ語となると本当に何言ってるか分かんない、簡単な単語すらも怪しいので。お、こっからも見えますね。からも写真を撮ります。よいしょ。はい。あ、そうですね。アクティベーションエナジーの話でした。ドイツ語がやっぱり分かんないんで、まあその点、まあ、それをモチベーションにして、まあ、勉強するっていう、まあいろんなエナジーあると思うんですけども、まあもちろんその高ければ高いほどそのエネルギーを何て言いますかね、アクティベーションエナジー、エナジー自体は触媒使えば下がるんですけど、触媒っていう劇薬はまあ通訳とかなんですかね。で、ドイツ語を学ぶっていうのは、もともとのエナジーを上げるってことですよね。規定状態の、ステディステイトの、ちょっと上げるっていうのが、ドイツ語を学習するってことかなと、今、一人でブツブツ言いながら考えてます。ようやく少し大通りっぽいところに来ました。やっぱり今日一番最初にナウムブルク大聖堂を見た時ですかね。あれに勝るちょっと衝撃がなかったですね。
言語の話に戻ってしまうと、なんでしょう、裏を返すとドイツ語が全然わからなくても英語さえ少し分かっていれば、あの必要最低限はどうにかなります。あの苦労はしますよ、もちろん。ただ生きれないあのことはない。ただそれ以上のものを望むんであれば、やはりドイツ語が必要だなと、あの強く実感しています。本来はもっとあの英語が通じるだろうと、あの勝手にあの予測してたんですけども、あのどうやらそうではないってことが分かって、あもちろんその観光名所とかは英語で喋ってくれるので、そんでは問題ないですね。ただローカルな店とか、やっぱそういう店の方が面白いじゃないですか。観光所、観光地は観光地なんで、当たり前ですけど、知りたいことも知れないようなこともあるので、はい。あそこに出てくるのか。なんとなく分かってきました。違うか、何とも言えないですね。右で行くか。駅があれか。お、駅があれなら、か次の駅で降りて。これを見る限りはトラムが駅まで行ってるな。まあ、中央駅に行かないトラムってなんだっていい話ですよね。一本もないってなるな。それはまた違うんですけど、まあ、とりあえずあの時間通りに着きそう。もうギリギリだな。とりあえずその電車に乗れそうなんで良かったです。まあ、近距離の旅行としてはいいんじゃないですかね。まあ、ただ時間が過ぎるのが鬼のように早いので、あの何日あっても足りないっていうのがちょっとしょうがないですね。あと電車の話なんですけど、初めてあのコンセント付きがある、あと2階建ての電車に乗りました。まさか1等席来たら2等席あって、まあ1等席はいいんですけど、まさか2等席が上で1等席が下だとは思いませんでした。早く違うところに乗ってお金取られちゃうところでした。すぐに行くと、ちょっと待てよ。
まりいなくなっちゃった。思ったのが公共交通機関がすんごいしっくりしてますね。そこだけは本当に感心してます。そんな大都市が手厚いっていうのはまあわかる気がするんですけど、小規模な都市まで結構発達してるんですよ。バスもそんな乗ってないのにバン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 来ますからね。そこ驚いたところですね。バスの乗車率はとてつもなく低いですよ。ただベンツ のバスがビュンビュン走っております。はい、そろそろ駅に着くかなっていうところですね。美味しそうなお肉の匂いがする。キャッチ。お、やばいやばい。そろそろ電車の時間だ。ゆっくりしてる場合じゃないな。ピザの匂いなのか、そんな感じもしなかった。あ、56分か。危ないよね。あと5分ありますね。はい、それでは入りますか。
間に合った。